皆さんこんばんはジェームスです昨日の台風13号に続き今日は14号が発生しました週末は沖縄に影響が出る恐れが高まっていますまた明日は広い範囲で雨となり局地的に雷雨となる恐れがありますエクムフと GFS で予報に差があります台風13号コンソンコンソンはフィリピンを横断して南シナ海に抜けてから中国の海南島の南を通過後ベトナムへ再上陸する予報 今朝発生した台風十四号チャンスーは9月8日水曜日現在フィリピンの東の海上を西北西に進んでいます海面水温が高いことや風の条件が発達に適していることなどから勢力を強め明日8日水には暴風域を伴い11日土には中心気圧が960ヘクトパスカル中心付近の最大風速が40メートル毎秒の強い台風になる予想です 週末は沖縄に近づき、先島諸島を中心に影響の出る恐れがあります。沖縄に接近した後の進路は、不確実性が高く、北から東寄りに進路を変えて、日本列島に近づく可能性もありますので、今後の情報に注意をしてください。台風14号、日本列島に接近の海外モデル予想も、9月8日水曜日、現在時点の海外予報モデルを解説。まずは 12日日曜日にかけて台湾の南を通過していく予想となっています石垣島宮古島などからは離れて進む予想です次に gfs アメリカ海洋大気庁の予想11日土曜日には石垣島宮古島の南へと進んでいき13日月曜日にかけて石垣島の西を北上する形で進んでいきます台風の進行方向の右側にあたる石垣島宮古島周辺では 月曜日を中心に風がかなり強まる予想になっています石垣島周辺を通過した後は中国上海の方へ進む予想になっていますしかしその後次第に東寄りに進路を変えて来週にかけて九州の方へ進む予想になっていますこの先10日間の雨の量の予想にはなりますが長崎県周辺では400ミリ以上の雨量が予想されており台風から離れていても注意が必要となるシナリオと考えられます 週末は沖縄に近づき先島諸島を中心に影響の出る恐れがあります引き続き今後の情報にも注意してください今回は地震についての説明をします9月6日に東京湾で地震が発生しました東京湾では30年以内に m 7クラスの地震が起きると言われています30年以内なので今すぐ起きるわけではありませんが数年に1回程度のペースで東京湾では大きな地震が起きています 前回は2015年もう6年経っているので大きな地震がいつ来てもおかしくないと見ています9月7日には千葉県でマグニチュード3.9の地震がありました最近福島と茨城県でずっと地震が発生中です千葉県と茨城県福島地震は相互に連動し群発地震が発生していますので必ず注意しなければなりません近年の九州熊本の地震が 大分県地震以降、中央構造線の断層帯に沿って、和歌山県北部で3度の地震がありました。その後、千葉県に影響を与えています。最近、バヌアツとトンガの共振が引き続き発生中です。私が個人的に研究する分野が、台風と地震、そして春夏秋冬と地震との相互関係性です。現在、台風13号と14号が発生し、14号は日本に影響を与えるかもしれません。 台風14号が台湾から中国に行くかそれとも日本か韓国に行くかはもっと見守らなければなりませんが台風と地震の相互関係を見ると台風が日本と韓国の方に台湾で方向を変える確率が非常に高そうです台風14号が台湾から中国に行かず日本や韓国に来ることができこれは地震と関連性があると思われます台風の方向にも必ず注意しなければなりません また台風14号が台湾を経て中国大陸に入ったとしてもよみがえり海で水蒸気を再び含んで大きな台風としてよみがえり日本や韓国に押し寄せることもできます。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。